お待たせしました、この方の登場です。ゲストコーナー、今日は今月6日にニューアルバム13回は月光をリリースされます爆竹の桜井敦さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組では10年前にインタビューを一度させていただいているんですけれども、まさに10年ぶりということで積もる話がたくさんありますので、早速お話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。爆竹なんですが、昨年はメンバーがそれぞれソロ活動に専念されていましたよね、はい。で9月にアリーナツアー、そして年末に恒例のライブを行って、久しぶりにメンバー揃って音を出したときにどんな感じだったんですか。新鮮でしたね、まあ、気持ち悪いけど、懐かしいという、いやいやそんなことはないんですけどもね、本当に何だろう、あのソロの内容が濃かったので、時間とは別にこう懐かしいと言いますか、あ久しぶりに帰ってきたみたいな感じはありました。他のメンバーの皆さんはどのようにお感じになっているなと思われました。なんかやっぱり気が楽なんでしょう ね、 やっぱりね、スタジオ の、 あの作業的にもやっぱり普段と同じかっていう感じで、ソロ活動をする前とした後でのバンドとしての変化というのは何か感じられましたか。まあみんないろいろなことを吸収してきたとは思うんですけども、結局根本は一緒で、あのバンドを始めた頃と一緒で、何か自分たちに刺激的なことをやろうということは変わってないんですけどね、年取ったぐらいですか、ね、変わったといえば。なぜソロ活動をしてみようということになったんでしょうか。自分の場合は、はい、今井が他の人と浮気したいのであ、そうですか、あ、したいと桜井さんが言われて、で、そうですか、今井が他の人とやりたいんだって言ったので、で、暇になったんで、じゃあ俺は一人やりますって言ってああそうですかちょっとやきもち的な本当です、そうです桜井さんご自身こうソロ活動する前とした後で変化というのはどんな風にお感じになってますか。自分自身は、まあ、いろんな人とあの音楽作ったのでかなりタフになりましたね。あまり人とコミュニケーションを取るのも得意な方ではないんですけども、まあその上で音楽をいろいろな音楽を作っていって、自分でやんなきゃいけないことがいっぱいあったのでタフになりました。強くなった。バンドとしてはいろいろな成果がやはりあったということですね。なんと今年で結成20周年おめでとうございます。ありがとうございます。率直なこうお気持ちというのはいかがですか。あんまりピンと来ないのが正直です。ピンと来ない、あの事務所の女の子に、20周年ですよって言われて初めてあ、そうなんだって感じになる。それほどこう長くやってきたという意識もない。いや長くはやってるなと思いますけど、20周年っていう言われたら重いなと思いました。本当にすごいなと思うのが、群馬時代からずっと同じメンバーでバンドを続けていることと思うんですけれども、このうまくやっていっている要因という
なところに好きですか。人に構わないあ、メンバーそれぞれが構わない、非常に仲がいいということを聞いたことがあるんですけれども、仲は皆さん、そうですね、険悪な仲ですねそれは、あ、喧嘩するほど仲がいいとかそういう、にとってよろしいでしょうかね、兄弟喧嘩は多々あります。もう家族のような存在なんですか。そうですね、もう20年って言ったら自分の家族より長いですし、仲いいですよ本当に。さてさて、あの J-POP ではですね、爆竹の結成20周年を祝しまして、今までの数多くのヒット曲の中から私の好きな爆竹この1曲と題して、視聴者の皆さんからリクエストを募集したんですが、本当にたくさんのリクエストを頂戴しました。少しご紹介しますと、幻想の花、悪の花、ドレス、鼓動など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 。ただですね、やはり爆竹名曲ぞろいということで、この曲っていうふうに一つに集中しなかったんです。ばらけてしまったんです、ということで番組ではリクエストの中からこの曲を選びました。ではご覧いただきましょう。ジュピターです。